イブラヒモビッチ、たった一人で降格4チーム復活させてくださる説検証。ズラタン・イブラヒモビッチ、あまたのビッグクラブを渡り歩かれたこの男は、昨シーズン7年半ぶりに古巣 AC ミランにご帰還なさると、当時低迷していたミランを6位まで立て直されることに成功。そんなイブラ様なら、今年降格してしまった4チームをたった一人で復活させてくださるのでは、そう思ったスタッフは早速検証してみることに。しかしイブラ様の元に出演の打診をしにいたところで、ビビって声もかけられないため、今回は指先でイブラを呼べる FIFA22 を使って検証。まずはじめにイブラ様を加入させるのは最下位に沈んだ横浜 FC。 早速イブラ様を移籍させ、ご覧のスタメンに配置。ということでスタッフはグランパスとの開幕戦を観戦。あの MSN が所属した横浜 FC をイブラ様は立て直すことができるのか。すると14分、いきなりイブラ様が見せてくださる。ペナルティーエリア内でキープし、最後は松尾にお膳立て。イブラ様の鬼フィジカルから横浜 FC が幸先よく先制に成功。前半終了間際、瀬古の強引なシュートはバーの上も、イブラ様ご満悦。さらに前半アディショナルタイム、イブラ様自身が左足を振り抜きなさるもゴールならず、そのまま前半終了。後半開始早々、イブラ様が目の覚めるシュート。ゴールキーパーランゲラックに阻まれるも、イブラ様がチームに活を追い入れなさる。しかし56分、ペナルティーエリア内でボールを失うと、マテウスのドリブルから最後は阿部に決められ、イブラ様の勝つ実らず同点に。迎えた85分、イブラ様が敵4人を引きつけてくださり、手薄な逆サイドに走り込んだマギーニョがゴール。土壇場で勝ち越しに成功した横浜 FC。 しかしラストプレーで最大のピンチが。セーフ。1点差を守りきった横浜 FC が開幕戦勝利。続く2節は F マリノスとの横浜ダービー。試合は27分、イブラ様が J 初ゴールを決めてくださるも、前半はこれといって何も起こらず、エンド変わった後半、横浜 FC が一方的に猛攻。しかし相手ゴールキーパー梶川中心に立ちふさがり、追加点奪えず。すると88分、途中出場杉本のパスから最後は中川。土壇場で振り出しに戻され、各々の形で悔しさをあらわにするイレブン。無情にも横浜ダービーは1対1で終了。しかしながら3節以降もイブラ様はご健在。果たしてイブラ様は横浜 FC を復活させることはできたのか。残留していた。劇的に順位アップとはいかなかったものの、降格回避の15位フィニッシュ。しかしルヴァンカップはベスト4と躍進し、この時点で見事節立証。個人成績を見てみると、松尾がリーグ戦7ゴール、フェリペ・ビゼルも9ゴール7アシストの好成績。さらに11番を略奪されたカズがリーグ戦2ゴールでいろいろと記録を更新。そして主役のイブラ様は35試合13ゴールとさすがの2桁得点を挙げ、チームの底上げにも成功したイブラ様。ということで続いては19位のベガルタ仙台に入れて検証。早速横浜 FC からベガルタに移籍させ、ご覧のスタメンに配置。開幕戦となる徳島との一戦を観戦。試合は13分、右サイドを突破されペナルティーエリア内に侵入されると、最後は小西に決められ、徳島に先制点を献上すると、32分にも左サイドを崩され、またしても小西。一方イブラ様も前後半通じて味方と全く噛み合わず、74分、宮代に決められ勝負あり。あのイブラ様が何もできず完敗。怒りのイブラ様を見たいスタッフは2節大分戦を続けて観戦するも、マジで何も起こらず前半が終わり、イブラ様の機嫌が心配になるスタッフ。エンド変わった後半3分、イブラ様ブチギレ案件のイージーミスから先制点を献上。その後イブラ様の機嫌を損ねないようスタッフは全集中するも、またしても失点。その後83分に富田が1点を返すも、時すでに遅く開幕2連敗。これ以上イブラ様がお怒りになるのは嫌なので、シーズン終了までスキップ。果たしてイブラ様は機嫌損ねずに復活させることはできたのか。 V 字回復。開幕2連敗スタートを切ったものの、角度あるヘディングを中心に得点を重ね、終わってみればチームを7位まで導いてくださったイブラ様。残留どころか7位まで引き上げてくださったので、ベガルタ編も節立証。個人成績を振り返ると、ベテラン関口が8アシストを記録し、完全にイブラ様の右腕に。そして王は12ゴールと変わらず2桁得点をキープし、40歳とは思えない活躍でチームを牽引。そんなイブラ様が次に訪れたのは大分。早速王を絶対的ワントップに君臨させ、開幕戦のグランパス戦を観戦。試合は10分、スウェーデンからの刺客と思われる謎の助っ人クリアソンのパスから先制を許してしまう。その後イブラ様が1点を返されるも、マテウスに一瞬の隙を突かれ、あっさりと勝ち越しを許すと、エンド変わった後半、シュビルトクに決められ1対3。89分にも柿谷に決められ試合終了。
しかし2節のセレッソ戦では7分イブラ様が豪快なシュートをお決めなさり1試合連続ゴール。さらに44分にはその長い足でトラップすると豪快に右足を振り抜かれ2点目。どのチームでも自ら失点をするもイブラ様のゴールを意地でも守りきり勝利。ついに牙を剥き始めたイブラ様、しかし続くサガン鳥栖戦イブラ様に悲劇が。それはキックオフ直後、激しいタックルを浴びたイブラ様はその流れでもつれて転倒。すると猛烈に痛がり試合は中断。右足を押さえプレー続行不可能となり残念ながら負傷交代。イブラ様を欠いた大分は普通に2対3で敗北。そして気になるイブラ様の足の状態だが、まさかの肩の怪我で2ヶ月間の離脱を強いられることに。果たして勢いを断ち切られたイブラ様は大分を復活させることができたのか。イブラ様、惜しくも勝ち点差1で ACL 出場を逃すも5位フィニッシュのイブラトリニータ。気になる個人成績、町田渡辺の2人がイブラ様に捧げる計14アシストを記録。そして王もアクシデントがありながらさすがの2桁得点。さらに復帰後の徳島戦ではハットトリックを決めになさったイブラ様。しかし驚異の35試合21ゴールというイブラ様をも霞む成績で5位進出の立役者は小屋だったことが判明。そんなゴヤトリニータを後にしたイブラ様は最後に徳島へ。開幕戦となるサンフレッチェ戦を観戦。すると26分サイドを切り裂かれ先制点を許してしまい、いきなり追いかける展開に。エンド変わった53分、ようやく勢いの出てきた徳島はイブラ様のスルーパスから11番を略奪された宮代がゴールし、いい時間で同点に。しかし68分、ぽっかり空いたスペースに走り込んだ青山がゴラッソ。敵ながらあっぱれの針に糸を通すシュートを決められ勝ち越しを許してしまう。追いつきたい徳島だがイブラ様の集中がおきれになり試合終了。イブラ様もスタッフも集中が切れてきたのでシーズン終了までスキップしてみる。果たしてイブラ様は徳島を復活させることができたのか。さすが、不安なシーズンスタートも終わってみれば10位フィニッシュで4度目の節理1勝に成功したイブラ様。しかしやはり集中が切れたのか36試合9ゴール5アシストとついに1桁ゴール数に。しかし11番を略奪された宮代が驚異の37試合17ゴールを記録。ということで検証結果、イブラ様の右腕大活躍でした。